それではご質問のある方、挙手をお願いします。本来妊娠出産というのは個々の個人の問題だろうというのが本来だと思うんですけれども、ただここまで来ると社会的な問題ということをまず踏まえています。そこに公費を導入するのは当然というふうに捉えています。やはり今回その卵子凍結の希望者を募ったときには、やっぱりなんとなくその凍結しておこうかななんて人は一人もいなくて、それなりに切羽詰まった理由を持って周りの人に聞いただとかですね、やっぱり周りにすごくその体外受精悩んでる人がいるとか、まあ、それは社会性ってところに入ってる部分ですね。あとはご本人もしくはご主人のご病気なんですね。でそういうことに方に対して、それはちょっとわがままだからやるなよっていうことではなくて、もうちょっとそのあたりは許容していいんじゃないかなっていうのが今の私の感想です。どうさせていただきます。ご協力どうもありがとうございました。